チャンリミタンスタジアムは、ブータンの首都ティンプーにある多目的スタジアムであり、ブータンの国立競技場である。第四大ブータン国王ジグミシンゲワンチュクが即位した1974年に設立された。収容人数は2万5千人。当初の収容人数は1万人だったが、2008年に第五大ブータン国王ジグミケサルナムゲルワンチュクが即位し、 記念式典が開催されるのに伴い2007年に改修工事が行われた。現在は主にサッカーの試合に用いられるほか、建国記念日の式典などの式典会場としても用いられる。現在、A リビジョンに所属するドルクスター FC やドルクポル FC がホームスタジアムとして使用しているほか、サッカーブータン代表がホームスタジアムとして使用する。2002年には、 2002FIFA ワールドカップの決勝戦が横浜国際総合競技場で開催された同日の6月30日に FIFA ランキング203位のサッカーモントセラト代表と同202位のブータン代表の試合がこのスタジアムで開催されホームのブータン代表が4-0で勝利しているこの試合はザーザーフィナールとしてドキュメンタリー映画になっている 金風氏のバスターミナルより、どこすぐ。ありがとうございます。